配慮されていません。政治家には止まらずに前に進んでください。上司の外側にお下がりください。警察官、警備員の指示に従ってください。成田の祇園祭は江戸時代には4つの町内で行われていましたが、田町はその中の1町内として古くから参加している地区です。梨の周りや若者の持っている装置4本の赤い線が見られますが、これは当時の4番地を今に伝えるものです。田町では近年は重層構造を持つ半田の南王子の一つ程度の梨を使っていましたが、昭和初期からは屋台を使った用意になりました。今の屋台は昭和53年に従来のものをここに新しく作られたものです。全部には川崎の屋根を取り付けてあるのが特徴です。また屋台と屋根に立った場合、黄金さを表し屋台の後方は二重高欄を回し、その中に蹴り出し式の人形を乗せています。屋台の上に祀られている人形は埼玉県岩槻市の人形師福田東急が水産地を用意して作ったものです。田町の伝統でもある草の御事であります。草の御事とは